アメリカでのイノベナウの人気はまだそこそこらしいですかそこそこどころか多分ほとんど知られてないんですよ。村田良太の人気はどうですかええー、と、むしろね、もっと知られてないんじゃないかなと思う。ただ、今回の、えー、ゲンナディ・ゴロフキンが、村田選手とやるということで、ゲンナディ・ゴロフキンの相手になる人だ、ということで認識されてると思う。でも本当にそれぐらいう合のものです。 <laughs> 無理です。ミドル級とスパーできるなら村選手にご指導とスパーお願いします。無理です。死にます。はい。僕が死にます。うん